はい皆さんこんにちは大学受験の起業会の加藤ですちは力なりはい今日もこれをやっておきましょう今日は動画のコメント欄についていた数学が苦手な子からのコメントだと思うんですよ一つね気になったことがあったのでここにまとめてみましたこんなお話ししてみたいと思います参りましょうえっ、ー、と数学解ければいいという勉強の仕方から卒業せよということをお話ししてみたいと思いますそろそろね学校によってはまもなく中間テストがあったりとか え中間テストちょうど終わったばっかりで悲惨なことになったんですけどなんていう子いるんじゃないですかでそういう数学が苦手な高校2年生3年生の子に向けて。 ちょっとね自分の失敗や苦しみっていうのを一緒に振り返ってみたいと思うんですよ。演算力を鍛えようっていうことで今日はお話をしていきたいと思います。今日はね数学大好きだし割と得意かもっていう子よりは仕方がなく学校で数学やっていて学校の定期テストで赤点取っちゃうような高校生に向けてちょっとネタ作ってあります。高校2年生文文系系クラスに行っっ行っっってて数学だだなと思たんだけどっていう子だったりとか。 高校3年生になって理系クラスとりあえず進んでるんだけどちょっと去年から物理とか数学とかひたすら演算をするものちょっとついていけなくなったんですけどっていう子を私と一緒にこんな点振り返ってみたいと思って動画に撮ってありますえいくつもね使ってもらいたい参考書を紹介しながら 今日の解決策、右側にまとめてみたんで、順にお話をしてみたいと思います。じゃあ、その前にえ、この動画面白かったよって方、グッドボタン、それからチャンネル登録、グッドボタン、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いをいたします。はい、じゃあ早速です。まず、できる子の真似はしない方がいいです。クラスの中でめちゃくちゃ数学できる子に、ちょっと数学を教えてっていうふうにして、そのやり方をね、真似るってことは多分やめた方がいいです。理由はなぜかっていうと、その数学めちゃくちゃできる子っていうのは、二つ能力的なものを備えてるんですよ。あなたにはない能力、二つ 積もってます複雑な演算を楽な方法とかこういう風にあるよとかそんな一切関係なく計算力がありすぎるので。 どんな複雑な演算もパワーでねじ伏せてゴリゴリ解いてめちゃくちゃな演算とりあえずできたよっていうことがいると思うんですよ。具体的に言うとね、やたらと難しい現場が想像しにくいような空間ベクトルの問題って、うん、何でも一ベクトルに置けば解けるよとかいうような発言する子、その子の真似はしない方がいいです。物事をシンプルな切り口で見に行くことによって楽な演算あるよっていうものをその子の経験値で一ベクトルに置けば何でもいいってむっちゃくちゃの計算量で解いちゃうことがいるじゃないですか。それを真似しようから学べる。 ことってねほんとないです2つ目こういう生徒が持っている数学の力っていうのは一人で数学が勉強できるっていうかなり特殊な能力を持っているどういうことかっていうと知らない新しい単元も教科書だったりとか参考書を一人でゆっくり読むことによって理論が頭に入っていくってことできるんですよ一人でねちょっとこの理論を頭にちゃんと入れるの厳しいんじゃないのっていうものえ具体的に言うとね援軍っていう風に私だと呼びますえ特定の2点を通る円 を表す方程式を、えー、K 混じりで置いてその K にマイナス1を入れるとなんで直線になるのとかいうのをちゃんと理論で覚えて理論で説明できるっていうことを一人でね理解できるっていうレベルの子まあそりゃいるんですよねところで学校の期末テストで赤点取るレベルの子そんな話わかりますかで、そもそもその前に、えー、点と直線の距離公式ちゃんと覚えてますかちゃんと使えますか ととかほらドキッとしし子いるでしょえ2年生3年生でもちょっとそういうところが怪しいっていう子ならばそもそも計算の手順でめっちゃ効率の悪いことをあなたやってませんかえそうなの気づかなの気かい 気づいていないんじゃないですかっていうことが本当に見られます。計算手順のテンポが悪かったり、で、そこで展開しなくてもいいじゃんだったりとか。そこで掛け算の演算やることに意味がないでしょっていうことに、先が見えずに気づけない子っているんですよね。例えば将棋で言えば、段位の上の方の人だったりとか、プロからすると、いやいや、そんなことしなくてもね。七手先にゴールあるでしょ。こう、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 こう。はい、これが一番シンプルですね。なんていうふうにさらって言う人いるじゃないですか。 でその発想その考え方を持ってないから目の前のことに、えー、労力を突き込もうとしてしかも計算力が足りないからそこで力つきちゃう。ですから計算力をつけることともう一つやらなきゃいけないことっていうのはすごくシンプルで簡単な演算ができますっていう発想を持ってる人から、えー、こっちの方が楽なんですけどっていう違うルートを教えてもらってそれをあ僕もそっち行きますわっていうふうに自分のものとして獲得していく。それががかななりり、ね、改善につながります よりもできる人間の計算手順を盗んでみようっていうことをすごくトレーニングしてもらうと効果が出ます。で そののために使えるもの私がね、たびたび動画で推してるのがこれですよね。えシグマベストのこの緑色、うかる計算数学 1A2B ですね。昔からのシリーズがあります。広瀬先生のご著書ですけど、数学苦手、えでも次第一般入試で文系数学いるかななんていう子に対しては、苦手でもここまではやり込もうてっていうこと私、塾生みんなに紹介するものです。え文系の子であれば数学 1A2B のこの緑。で、それから、青色の確率組み合わせの本。この2冊やってもらうとね、いいと思うんですよ。理系の子もううちょっっとと計算力つけたいなっていなてことを を望むのであればこのかる計算のの数学さんがありますこのシリーズね大好きなのでね昔からねこのウカル計算の古いものですね、えー、救急過程の数学 C の頃からあるよっていうものももう好んで私見てやってましたもうちょっと硬派な理系向きなものっていうと、えー、寸大のこのシリーズにカルキュール数学さんというのがあります中身見てみるとこんな感じです、えー、と学校防用問題集の、えー、とスタンダードだったりとか4ステップ、えー、4プロセスにかなり近いレイアウトをしてるじゃないですか 問題がザラーンという風に載ってるだけ基礎事項の説明も極めて少ないそれがポイントなのではなくって学校防用問題集と違う部分はこれです計算手順が1行につきってしっ しっかり全部書き出してあることこれだから一人で演算練習してみようって言った時にどこでミスったのか段階を終えるんですよねあれここで間違えたかなとかあれここで発想が違ってたのかなっていうことを自分で終えるのでえこのように途中計算がしっかり密になっているもので自分の手順と模範解答を比べて追うっていうことをやってくださいそれがいわゆるえこういう計算が得意な数学の先生の頭の中身を自分でコピーしていくっていう作業になりますえ一方で数学 1a の段階からかなり計算 苦手で触れる問題がなかったり1問ずつ解くのにめっちゃ時間かかるっていう子については私絶対おすすめするのが大山ダン先生のこのシリーズです、えー、この数学 1A の計算力これね本当にね大山先生はね 解説がめちゃくちゃ丁寧なんですよ。で、しかも頭の発想の中身が全部中身に起ってるとね。テキストの中にね。全てね。丁寧に書き起こされてます。どの単元やってもめっちゃ発想がシンプル決してね。力押ししてる感じはないんですよ。こうやると楽ですよ。という抜け道、本当にあらゆる単元で示してくれているものなので、本当におすすめです。で、私まだね。今 amazon で取り寄せ中なんですけど、これの数学 2b のシリーズありますから、えー、夏休み中の短い期間で。 ちょっと計算力パワーアップしたいっていう子であれば数学の 1A と 2B 両方とも購入して中身を一緒に追いかけながら計算練習していこうってめっ めっちゃ有効だと思いますで理系工学部あたりを受験しなきゃいけないなっていう高3生であればここまでやってみてください河合塾の割と新しい本です「河合塾数三極限級数微分積分試験に出る計算練習」「左に問題5個右に問題5個はい解いて何回解けた」みたいなものあるじゃないですかこういうクソ根性ってねとても大事ですえこういう演算要求する大学入試ってありますよね。えげつななないいいものののの積分をしなささっっててうううね、あのー、こあたりりり言と動画で言うなら呼びのり匠さん、えー、呼びびん さんにこういういいシリーズあるじゃないですかそれが本になって自力で計算できるようなものっていうとこれかなちょっと上級者向けになるかもしれませんじゃあ今のような計算練習問題集を挟むと何がいいのかってことを紹介しましょうか極めて簡単な式変形の問題1問一緒にやってみましょうこの円の中心と半径っていくつですかえこのススペーでで十分計算収まるでしょうちょっとやってみてくださいちょっとね動画止めて一旦計算してみてくださいね 5秒待ちましたよ。展開するなってまず一言書きました。え、これまずやってみようっていう時に、え、まず展開してみてんですけどって言っていませんか？これ展開すると 4x の二乗と 4y の二乗と16があるから、うんとまあ全体4で割れるかなと考えてみると、この後の計算手順って展開 x の部分の平方完成でそれから全部移行してもう一度この形にまとめ直すってはちゃめちゃな演算量があるじゃないですか。 やらなくていいでしょう、そんなこと。うんっていうふうに言う人は、ちょっと私の手順見ててください。えっ、ー、と、これ実は全部、読んで割れる数だなっていうことを見込めますかそれが見えちゃえば、全体読んで割るとって、この形からいきなりやっていいんですよね。見えない子は、ここの部分を私がこれからやるように、見えない子は、ここをこうしてください。せーの、ドン。はい、こうですよね。 えー、この括弧2つを分けて書いてそれぞれを2で割って2で割ってってことをしてくださいそうするとこの塊は4で割るの操作になってますよねで前の括弧2で割れば2 x 割る2 x マイナス3分の2、うん、割り算できないので2分の3同じものが2個出てくるじゃないですかというふうに変形できるでしょでこの変形もう一発で決まるんですよねここの部分は4で割るそのまま決まりますよでこの部分4で割るうん大丈夫だなとはい だから円の中心2分の3コンマ0コンマ半径4これも4っていうふうに書いちゃうからダメなんですよね最後のダメ押しの一ネタですわざわざここを2の2乗って書いておくから半径2ですって読み出す時に読み出しを間違えないよね。 ということ出てきますねこういうところまでちゃんと着眼点持てるかなって大事なんですよテストの時に後で見直しをしてみて間違っていないかどうか一目瞭然でわかる記述を残すっていうここまでが計算力っていう風に私だと言います書き出すっていう練習大事にやってみてくださいね画流でやってる子ほどこの辺の書き出しが弱くってミスが生じたり部分点拾ってもらえなかったりってこと出てきますよそれが治るとねすごく改善できるんじゃないでしょうかね はい、じゃあ今日はここまでといたしましょう。次回の動画もお楽しみになさってください。